食べますか？どれにしよう。これ可愛いからこれにしよう。可愛いから。可愛いから。ハンバーグ美味しそうです、ね。ハロウィンっぽい。私はちょっとお肉食べたいから。お肉好きなんですか？お肉大好きです。これにします。これにします。ああ、こっちにします。こっちで。こっちで。パスタの方で。じゃあ、パスタとお肉のセット。はい。結構ガッツリいきますね。ガッツリいきます。遊ぶんですか？まあまあ遊ぶ。まあまあ遊ぶ。どこ行くんですか？買い物がイオンとか、一緒に見たりが多い。あ、そうなんですか。買い物は洋服とか？洋服とか、はい。結構二人趣味合う感じですか？案外真逆で。真逆なんですか？服の趣味とかが？全然違うの。どういう系ですか？二人。結構色物好きで。黒と白しか着ないって言ってた。ほんま？なんかそんなイメージない。結構色っぽい。ゴルフウェアの色。あ、ゴルフウェアの色も。派手なものが。柄が多いんですか？柄物がゴルフ。あ、色というか。目立つ。目立つ。逆に、さよちゃんはシンプルなのが多い。シンプルが多い。来ました。何ですか？ハンバーグです。ハンバーグ。ハロウィンっぽい。あ、来ましたね。美味しそう。めっちゃ美味しそう。ここら辺大好きそうや。大好き。大好物は何ですか？肉。肉。二人とも肉？肉食女子が多い。肉食女子が多い。でも最近日本食大好きで、魚美味しいよね。なんか試合前に必ず食べるものとかあります？肉。やっぱ肉なんだ。うん、肉。力をつけるために。なるほど、なるほど。はい、ではどうぞ食べてください。いただきます。美味しそう。お肉からいく。お肉からいきます。美味しいですか？美味しい。なんか嫌いな食べ物とかあるんですか？私辛いものが苦手で、嫌いじゃないんですけど、食べれないんですよ。あ、そうなんですか。ゆうかちゃんも。私は甘いものが苦手。あ、なんかそこも真逆ですね、二人。お互いこれ食べてってやり合ってます。あ、でもそれできるのはいいですね。甘いもの担当、辛いもの担当みたいな。そんな感じです。ゴルフ何歳ぐらいからやられてるんですか？私は10歳です。10歳。小5ぐらい。私は8歳。小学校2年生ぐらい。結構じゃあもう子供の頃からずっとやってるって感じなんですか？はい。家族の影響で始めたみたいな。そうですね、はい。父の影響で。やっぱお父さんも上手いんですか？折れちゃうんですよ、長かったら。へー。あ、左手だけはちょっと
と短い。ちょっと短いです、多分右より。そこだ、じゃあ右短いか。そうですね。へえ、なるほどね。左爪を短くするんだ、はい、そう、それでやってます。で、ぷーちゃんもネイルしてます。私全然シンプルです。シンプル、ほんとだ。でもやっぱ爪はいつもサロンとかに行ってやってますね。結構ゴルフ選手は爪やってる人多いですよね。なんかネイルやってる人多い気がする。モチベーションが上がります。あ、そうなんだ。美容大好きです。美容大好き。そうなんですか。他になんか美容やってます？スキンケアとかはめっちゃなんか調べて買って、よくやってます。今日はここまで。皆さんにお願いがあります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。番組では公式インスタグラムもやってます。皆さんぜひぜひフォローしてください。こちらスキャンしてください。それではまた明日もお会いしましょう。バイバーイ。